平成28年度自衛隊音楽祭り第2章秋の音躍動と創造の響き。最初に登場するのは防衛大学校儀仗隊。防衛大学校は毎年この秋に開催される開校祭においてさまざまな競技が繰り広げられます。その中でも三大競技の一つと歌われ、防衛大学校秋の名物とも題される棒倒しは戦前旧日本軍の諸学校においても行われていた伝統競技。毎年各チームが綿密な作戦を立て臨む。知略と戦略、そして実戦力といった次世代を担う自衛官として必要なあらゆる要素を有します。これから展開される演武も個の力、集団の力、共に高い技術を必要とし、統制された綿密な動きを必要とする躍動の結集。防衛大学校儀仗隊によるファンシードリルです。Thank you.
士トラブメーカー第4学年指原ロキでした。終戦後の日本へ励ましと友好の証として像が贈られたのは1949年の9月、今から67年前の秋のこと。贈り主はインドでした。戦前戦後歴史を通じて日本とインドの関係は強く、今もなおアジアの友としてさまざまな活動政策を共にしています。音楽祭りへ10年ぶりのご出演、登場するのはゲストバンド3組目、インド陸軍軍楽隊、インディアーミーバンド。音を通じて紡ぐ友好の形、演奏曲はコールオブザハート。
インド陸軍軍楽隊による演奏。指揮はアソック・クマール少佐、トラムメジャーマワドカーン・ジュンによる演奏でした。幻想的な海の音に合わせ登場するのは海上自衛隊東京音楽隊。海上自衛隊オリジナル曲オータムファンタジーから始まる秋の調べは、広き海の歌、強き海の音へとその響きが躍動します。
ミネーター木田達也水戸海藻でした。